マッチー、はい、聞こえるかな？耳を澄ませてください。何でしょうか？何の音だと思う？え、何？え、聞こえません？かすかに。これね、ベーコン焼いてるんですけど、うん、この後ベーコン食べようと思っていてね、今フライパンにベーコンが5、6枚入ってるんですけど、この間にオープニングを取らないといけないからね。焦げるよね、それ。そう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 。だからベーコンが焦げる前にこの話にね、一区切りオチをつけないといけないわけ。なるほど、大変だ。で、綺麗に落ちるものは何かって言ったらね、やっぱり俳句的なものじゃないですか。何それ。ちょっとテーマ一つください。テーマ？じゃあやっぱりもう、めっちゃパチパチして、早くして。さきちゃんが髪を切ったということで、テーマは秋で。で、関係ない。髪切って、秋も深まり、彼氏欲しい。ベーコン見てきます。あ、なんかいかがわしい。うん、すごく今いかがわしいアングルが。お米を、違うわ。思い出しないかい。もう感覚です、料理なんて。工藤咲のステマ。さあマッキー、はい、今焼いておりました、はい、ベーコン、こんな感じ。あ、焦げました。いい感じじゃない？あ、焦げてんだ。なぜベーコンを焼いていたかというと、うん、気になるでしょう。はい、今日はですね、漫画飯を紹介したいなと思いまして。漫画飯？直撃の相馬ってご存知ですか？料理バトル漫画ですよ。はい。で、出てきた、リンゴのリゾットを今日は作ってみまして、なんか朝一の元気を出させる一品ってことで。さて、気になる作り方なんですけれども、うん、まず、玉ねぎをみじん切りにしたやつを炒めます。いい感じで透明になってきたところで、生米を投入しました。生米なんだ。え、リゾットって生米から作るよなっていう知識はあったんですけど、生米炒めるっけっていうところが、うん、炒め終わっていい感じのところで水を投入します。で、グツグツし始めて、まあ、いい感じと思ったらリンゴジュースを投入します。あとは焦げつかないように様子を見つつ、米に火通るまで可愛がるっていう、うん、米火通ったかなってなったところでみじん切りにしたリンゴをぶち込みます。おー。で、リンゴはいい感じに食感残ってそうだな、でも温まって若干ぐらいなところを見極めて火から下ろしてください。で、それの仕上げにベーコンを乗せる。どう？え、美味しそうよ。すごい、割と上手にできたんですけど。では、いただきます。リンゴのリゾット。うわ、リンゴだ。あっさり、リンゴジュースの味するけど甘すぎず、甘みのある食事なんで、これの他になんかごっつい肉とかがあるといいかなって。うまい、ベーコン大事だわ。おいしい。簡単に作れます。割と放置してていいし、よかったらマッティも作ってみてください。はい、ありがとうございます。多分作んないと思います。ステマは毎週水曜日配信。番組の裏側を綴ったマッティのステマの裏側をノートで絶賛公開中です。チャンネル登録もお願いします。お願いします。